食いましたよ。釣れたんですか。丸飲みですね。おーっと襲いかかりましたぜ。おほほほ、引く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 、うーい、よいしょ。これからユーマップ始まったばっかりなんで、この巻いてボコボコに釣ってみたいと思います。いっ、ハハハハ、ユーマ詰めになってきました。よいしょー、はい、スパイセーブ。こんな感じで唇に一本がかりだったんですけどね。はいはい、スパイセール祭り継続中ですが、おお、いたいたいた。結構ね、見えバスがね、もう目の前にスパイテール置くと食いついてくれる、そんな時間になってきております。で、ね、上流に夕方とかにこの手のワカサギとかがあーって言って夏の量を求めてやってきて、それにあやかろうっていうバスたちが結構、おっと、いっぱいいるね。いた、今ね、バスが見に来て、あ、さすがに何匹か釣って同じとこで逃がしてるから、だいぶバスも釣れっからしになってきたんですが、まあでも、もう1匹ぐらい釣りたいけどな。あ、でももうだいぶ逃げるようになって、あの手の形の食ったらやべえぞって、こうなんか信号、あー、スパイテール見るとね、もうちょっと後ろに後ずったりするよね。さすがにスパイテールは飽きられちゃったかもしれないですね。もうみんなだいぶ同じ一箇所のところで釣っちゃったから、だいぶもう疲れというか、騙されないぞって感じになって、よし、おお、食った。食いつくところが見えた。下からふわーっと湧いてきた。あー、サイダー、ごめんごめんごめん。うわー、下からね、ふわーって言って今、いや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 、ちょっとごめんなさい、落としちゃったけど、痛かったべな。いや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 、置いとくだけで湧いてくるんだよね、リアルすぎて。まあ、ただあのコメント欄にもあったように、どうだろう、針を大きくしたら食わなくなっちゃうのかもしれないけど、もうちょっと針が大きい方が今みたいなやつもしっかりがっつりかかるんだろうな。壺にはまってきてるのかなっていうか、立ち位置が魚に見切られないギリギリの立ち位置が分かってきたって感じなのかな。まああとは夕まずめでバスが元気に餌を追う時間になってきてくれたのかな。流れでこうスーチョンチョン、スーチョンチョンっていう感じで打ってみております。そこにね、まあ、見えバスがいますよ。見えバスの頭に入れて食いそうかなっていうタイミングで、あー、ハムハムやりそうなタイミングでテッてアクション入れてやると、なんだって感じで一気に食いついてくれる、そんなパターンを試してみております。スピニングタックルのがもちろん使いやすいんですけども、結構この岩肌がゴチゴチしてて、魚かかった状態で際とかにプンって当たるとすぐ切れちゃうかなっていう感じなんで、ちょっと投げづらいんですけど、
ミディアムヘビーの竿で、まあ、いざ魚かかって後、かかった後から楽ちんかなっていうことで、ミディアムヘビーの竿でやってみております。最近30度の日とか多いですけどね、日中暑ければ暑いほど夕方に大爆発してくれるようになるんで、まあ昼間の暑い時間はちょっと休憩して、夕方に眠い、もう帰りたいとか、おバスが見てる、食うかな、よし食った。あ、今のもね見えてたんだけど、それでこう最後魚がどうすっかなっていうタイミングでちょんちょんって最後のワンアクション入れたら、今度は下唇ですね。はい、また釣れましたよ。今度はですね、下唇今のはちょっとかかんなかったかなと思ったんですけど、下唇のいいところにかかってくれましたよ。こんな感じ、硬いところにねちゃんとかかると、こういう細い番手の針でも結構しっかりと、抜き上げまでできましたね。これが柔らかい竿で、この竿が針がかかりきっていないと、同じような状況でもですね、ジャンプ一発でポロッと外れたりするんですけども、はい、こんな感じでスパイテールで上流っぽい綺麗なバス、じゃあはい、逃がしてあげたいと思います。